はい、今日はこのゴールドラッシュをねもらったので、これを茹でていきたいと思います。はい、今日はですねこのゴールドラッシュシーズンですのでね、これもらいましたけど、なのでこれがね結構ありますので、これをね茹でていきたいと思います。で早速まずねお湯を沸かしていきます。で水をね今これ2リッター、とりあえずね2リットル入れましたけど、ちょっと足りないのでもう少しね入れていきます。約3リッターぐらいですかね。3リッターぐらい入れてちょっと火をねかけていきます。先に これ塩ね、まあ、大体適当でいいんですけど 250g ぐらいね入れていきます。これで大体 250g ぐらいですかね。でこの間にちょっとねこのトウモロコシをね抜いていきます。はい、こんな感じでね剥いて、あとでねまとめて茹でていきます。この茹でる前にねこの毛を、ね、できるだけ取ってた方がいいと思いますので、まあまあ取れるだけで、これがゴールドラッシュですね。はい、これをねいくつか剥いていきたいと思います。はい、じゃあねちょっと沸騰してきたのでね、これ入れておきたいと、入れていきたいと思います。とりあえず8本ね皮むきました。こうね、色が変わってきますけど4分ぐらい、ね、やっていこうと思います。
はい、これでね4分経ったのでね止めていきます。これで水気を切って、水気を切ってで、ラップでね巻いていきたいと思います。で水気を切ったトウモロコシ、あってなんないよ、失敗。はい、で水気を切ったトウモロコシをラップしていきます。はい、こんな感じでね作っていきたいと思います。はい、今ねこんな風にねラップ巻いたので、またこれをねちょっとね保存していきたいと思います。